今回のエスペランサ TV は第263回目のエスペランサ TV です。それでは早速先週末の振り返りのビデオどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないと感じた時に諦めようと思った。魂が願う夢をもう何度できないって全てを投げ出したくなって、どうしてもご存知だと思いますが、ケイジ君が16歳でトップチームに、の、デビュー戦を果たしました。しかも、1ゴール1アシスト1アシストっていう素晴らしい結果を残しています。今後の活躍に期待しましょう。それでは選手のインタビューです。スプラントニュースのビッグエグです。この前のトップの試合では1ゴール1アシストできてとても良かったです。これからも応援よろしくお願いします。エスペランサの伊藤大地です。この前今シーズン初めて出て、逆転勝利できて、嬉しかったです。たくさんの応援ありがとうございました。残り3試合と全社の応援もよろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。スペクタクラルっていうのは、もう最高っていう意味です。皆さんオルテガさんとかも何回か使ってるので、皆さんぜひ、聞いてみて使ってみてください。今週末の予定です。今週末は U15 の高円宮杯が始まります。それとトップチームが土曜日と月曜日に、リーグ戦があります。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。その他の予定は最後にチェックしておいてください。今回のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週。バイバイ。